いやはや、これはかなり失敗したんじゃないかな、髪の毛。右と左全然違うぜ。まあ、しょうがないですね、これは。失敗したのを修正しようとしたら、こうなりました。見えてる見えてるか。はい。そんな感じです。切りすぎたなぁ。 はい、えっ、ー、とこの動画はですねテイク2です。やっちまいましたよ。もう完全に全然もうマイクが取れてなかったっていう衝撃ですねこれ、はい。今は多分大丈夫ですね。 でいつもはですねあのこちらの α7-3、えー、を使って僕 YouTube 用として、まあ、撮影をですねいつもしてるんですけども、まあ、今日はですね、えー、先日紹介した FX30 をを今てて撮影をしています前回の動画では開封から試し撮りまでをですね、えー、やってきたんですけども、まあ、その時にですね感じたファーストインプレッション的なものをですね今日はちょっと喋っていこうかなというふうに思いますちょっと説明しなかったんですけどこれは FX30 というのはですねソニーから出ているシネマライン、うん 今あるのが FX6。 f X3 そして FX30 なんですけども APS-C センサーを搭載した一つのモデルとなっています。シネマラインと言われているゆえんがですね CINEEI というモードで撮影ができるということで、まあ、これはですね ISO を800と2500、まあ、どちらかに固定して撮影することによって、まあ、非常にですね幅広い色域とハイダイナミックレンジのデータを撮影できると。で最終的ににはですね、まあ、ダビンンチとかのののカラーーググレーディングによってその色っていうのを 自分の好きなように、まあ、広く、えー、そして濃くとか、まあ、いろんな形でこう表現ができるんですけども、まあ、やっていくという取り方です。なんでですすけど僕ははねあのそれはまだ使ってませんっていうのがですね、まあ、先ほど言った ISO をちょっと固定していく必要がありますんであの、まあ、決まったですね照明撮影環境というのがですねもしあればそれはそれで使い勝手としては非常に いいんでしょうけど、まあ、例えば外にパッて行ってみたり、まあ、こういう今あったホテルの中の間接照明なんかでこう撮ってるとといったまあ状況下ではですね、まあ、なかなか使い勝手としてはこう、まあ、良くないのかなと、まあ、加えてやっぱりちょっとやっぱりこうテクニカルな感じのものをですね要求されますんでちょっと詳細省きますけど、まあ、かなりこう手の込んだことっていうのを事前の準備としてやらないといけないっていうのが、まあ、ちょっとこうハードルが、まあ、今買ったばっかりですので、まあ、高いと。 というこで少し見送っている段階でで他にですね色の階調を決めるものとして通常通り撮るっていうのもあるんですけどもクリエイティブルックといういわゆる iPhone の写真アプリのフィルターみたいなものがですねソニーさんがですねもう先にこれ事前にですねこのカメラ内に準備してくれてましてそれを当て込むことによって簡単にある意味こういろんな色表現とかできると。僕はですねそれ当ててやってるんですけどもスタンダードというやつこれも一番シンプルなんですけどそれでこの動画あるいはま 前回の動画ですね、フィルターをかぶせて動画をアップロードしてますいわゆるですね、まあ、取って出しみたいなもんではあるんですけども、まあ、それでもね非常にこう十分な絵作りっていうのができてるかなと。なので、まあ、ちょっと言い換えると FX30 っていうのはさっき言ったシネ EI のような、まあ、ハイレベルな カラーグレーディングをして色を自分で作り込むパターンもできますしクリエイティブルックのような初心者でもこう当て込んでそのフィルター当て込んで色を作れるというのが2つ準備されてますんで、まあ、そういう意味ではプロアマチュア両方ともですね変、まあ、える、まあ、エントリーという感じではないんですけどね個人的に。なんで、まあ、あのいろんな人が使えるカメラボディというふうに思いました。 で前回の動画見てくれた方はわかると思うんですけども、えー、日中と朝方朝方って言ってもですね、まあ、6時5時半ぐらいなので、まあ、ほぼですね外は暗くて、まあ、夜みたいなもんですけど、まあ、その2パターンでですね撮影をしています。 で動画のです、ねまあ、設定だけ簡単に触れておくと 4K の24フレームフォー2ゼロ10ビットビット深度ですねでトータルのビットレートが 50Mbps で色味に関して言うと先ほどのクリエイティブルックのスタンダード ISO ホワイトバランスはともにオートです。あとレンズはですね、まあ、前回も紹介しましたけど 24mmF1.4 の G マスターレンズですねこれもソニーのやつです。を使って撮影をしています。 どうでしたかね、まあ、結構僕はね見た感じそのなんかすごい綺麗だなとシンプルに何が綺麗かっていうとなんかフルサイズのような何て言うんですかちょっと非現実な色合いとかボケ味とかくっきり感っていうのよりかむしろこう実際の自分の目で見たようなものが着実に確実にこう表現されている。 まあそれをですね作り込んでいる、まあ、機能っていうんですかね、まあ、解像度の話なんですけどこれ皆さん気にしてると思いますこの FX30 は APS-C センサーなのでなんですけどえこれはですね 6K のオーバーサンプリング 4K ということでもともと 6K 並みのデータ量っていうものを 4K にグワッとこうリサイズって言ってるんですけども、まあ、小さくするサイズを小さくすることによってただデータとしては 6K 分が生きてるので、まあ、より濃密に。 濃厚なまあ色味、解像度感っていうのになってるということはですね、まあ一つ大きなまあポイントじゃないかなと個人的に思ってます。あともう一点 a PSC で気になるのはノイズ感ですよね。えっ、ー、とまあ朝方撮った真っ暗、ほぼ真っ暗の朝方に撮ったんですけども、えー、ISO オートにしてたので2000から3000まではですね、こうイキイしてたイメージですけど、ノイズは気にならないっていうのが僕の中の答えでしたね。もちろんですねレンズが f1.4 という非常に明るいレンズを使ってますので、まあそれに助けられた部分っていうのは。 まあ正直あるという感じはしてますけども。 まあそれでもまあこういうレンズを使えば夜ほとんどですね街灯がないようなところでもきちっと撮れるとで逆にね日中はですね F1.4 なんかいらなくて F3 とか F4 ぐらいで撮ってたと思いますけどもまあその辺のバランスですよねやっぱり開放比較的明るい方のレンズをこいつにつけることによってまあ弱点である夜間暗所っていうのを開放地でカバーしていくっていうのは非常に大事なのかなというふうに思いましたで夜間の中ででいいいくととと自動販売機を非常に暗こころから明るいところまてて持ってきた。 シーンがあったと思うんですけども、まあ、非常にですね、そうなんでしょう光の追従性っていうのはですね、もう抜群に良かったですね。たまにこうよくあるカメラでバット明るいところを持っていったらフォーカスが合わずに白飛びみたいなガーンするんですけど、まあ、そういうのは全くなく非常にフォーカスがスッとあって、ISO ホワイトバランスがどんどん変わっていって、マシュ時にこうしっかりこうピントが合うと。 いった感じであったのでまあ、状況の移り変わりによっても逐次反応性というのは非常に高かったというふうに思いますで、あとボケ量はどうでしたかね僕はですねフルサイズは確かにボケやすいっていう印象はあったんですけど思った以上にこの APS-C センサーも、うん、なんかボケるっていう感じはあります例えば今だったらこれが腕伸びるぐらいのところにえっとカメラ置いてで後ろがこれテレビとまあ、布団とかありますけどだいたい1.5メーらい離れててまあ、これぐらいのボケ量と いう感じなんですけどいかがですかねまあ、結構ボケてるようなイメージはありますねまあ、これも F1.4 のフル開放で今撮ってますフルサイズっていうのは結構ボケやすいという前提に立つんであればある意味不自然な程度にもなりかねないんですよねまあ、先ほど言った通りこう、まあ、パッと映像を見た時にこの FX30 ではですねまあ、実際の自分の目で見たような イメージで捉えられたっていうのは非常にこれ大きいポイントかなというふうに思いますねやっぱフルサイズないちゃんとした絵って言うとちょっと変ですけどより現実に近い絵作りっていうのがこのカメラでできそうまあ、そんな予感がですねしていますで課題はですね画角なんですよねこれも前回も説明したんですけどこの レンズは 24mm なんでフルサイズ換算 36mm にななってますなので今結構離して、まあ、腕伸びる分だけ離してこういう価格ですので例えば自分でなんか外で Vlog 撮りたいって言った時にはですねフルサイズ換算 36mm はちょっとしんどいという感じで、まあ、できれば僕のイメージとしては APS-C 用のレンズ例えば 1020mmF4 のレンズをいくかあるいは 11mmF1.8 かな。 うんまあ、どっちかで悩んでるんですけど、まあ、そういう Vlog 向けとしてもですねいろいろ検証していきたいので、まあ、購入っていうのを考えてるという感じですね。やっぱりり Vlog でで自分の顔だけけアップいいうのはあまりいけてないですよね、まあ、せっかくこういうカメラを持ってますし背景と被写体とのバランスっていうのが結構大事ですのでその辺りのレンズでまあ検証というのをいろいろやっていきたいというふうに思ってますけど、はい、またお金が飛んでいくというのが、えー、一つ大きな懸念ポイントであります。 まとめるとまあ非常にですねこの FX30 単純にですね僕はその映像勉強という意味でまあ購入したというのもあってさっき言った「シネ EI」とか「カラーグレ」とかやってみたいなとかっていうのをもっと本格的にやりたいなということでまあ買ったというのもあるんですけどまあ本当にねもう合格というか予想をはるかに超えてきててそのクリエイティブルックがまあめちゃめちゃええなと。 普通に YouTube 用としてこう撮影しても,もう繰り返しますけど違和感のない映像っていうのがかなり撮れるということで映像の質に関して言うともうスーパーグッド本当に買って良かったなしか今思ってないですね別にこのフルサイズに置き換わるぐらいのクオリティを持ってるということでちょっとこれを YouTube 用として今後使っていってもいいのかなというふうに思っている感じもありますでちょっとやっぱりレンズだけ最後さっき言った通りちょっとまあ 見極めてどういういするかやっぱ G マスターぐらいのレンズで今こういうふうになってるのかそれともまあ別に他のレンズ当て込んでもそれに近いような表現になるんであれば、まあ、これを使っていくメイン機としてこれを使っていくっていうのも一つ大きなこれ選択肢としてまあ残るのかなというふうに思います。まあ、7 III もですねあの僕の中では紙マシンなんでこれスチールも動画もいけるあの2018に出たと思えないぐらいのクオリティを持ってるんですけどこの FX30 さすがだなと言ったのが、まあ、ファーストインプレッションとして。 僕の中でズバッときたっていうのが、えー、まあ正直の感想ででありますでもうちょっとだけ喋ると、えー、ハンンドリング性能ですねこれも非常に優秀だなというふうに思いましてっていうのが、まあ、前回の動画では1時間半ぐらい撮って、えっとまあ、ずっと撮り続けたわけですよねこういう感じでもってちょっと何て言うんですかねそのグリップ力っていうのが α7-3 って僕の中で完璧じゃないと思っててちょっと握りにくいなみたいなのがあったんですね。なんですけどこの FX30 はこの α7-3 に比べてここの ハンドル、グリップのところの深みっていうのがですねもう一回りぐらい奥行きがあって非常にですねまあフィットしたということとこの何でしょう親指を添えるところですねここもね結構ボコってなってるんで親指がシュッとこう入ってくるんですよねなのでこの状態の握り感っていうのがですね非常にね安定性があって、まあ、要は疲れなかったということなんですよ1時間半ぐらい取ってましたけどなので、まあ、グリップ性っていうのも非常に高い何かこう手持ちの 何でしょう？スタンド三脚みたいなの持ってまあ、やるって言うのももちろん手なんですけど、まあ全然握り。こんでもオッケー。長時間稼働オッケー。そんな感じでした。まあ、やっぱりバッテリーの減りに関して言うと、ちょっときついかなという感じですね。まあ、1時間ぐらいを目安にまあ、充電はしていきたいなというイメージです。多分2時間は持たんのじゃないかな。これは。 わかんないですけど、まあ、大きな部分としてはそのやっぱりハイツファンっていうのが背面についてますんでそれがゆえに 4K60P を振る回しできるっていうのもあると思うんですけどバッテリーの消費のは非常に早い、まあ、もちろんこういうふうに部屋で撮る場合は充電しながら取ればいいですので、まあ、全く問題ないんですけど外取りの時はちょっとそういう配慮っていうのが必要になってくる、まあ、買えるバッテリーを持っていくか、まあ、1時間ぐらいにしとくかっていうとこかなというふうに思います。で他ね あのボタン関係の話も皆さんご存知なんであまり言ってもしょうがないんですけど FX30 はやっぱ動画機ということでレックボタンがですねこのダイヤル部分に相当するようなところに大きいものがありましてこれでピッと押せばまあ動画の再生というのが始まるとでピッと押せばもちろん止まるということで非常に何でしょう使いやすいんですよね単純に動画を撮るという意味でボタンが大きいこの配置もう完璧なんですよそれが。こここのの α7 シリーズっていうのはここに 赤のレッグボタンがあるんですけど非常にちっちゃいしちょっと押しにくいっていうのが、まあ、難点だったんですけど、まあ、そういう映像撮りに配された、まあ、ボタン配置であるとこのね表面のこの下にもあるんでこれ今自撮りしてますけどもうこれ止めるとこうして僕止めますからこういう観点でもいいよねと。であとね ISO アイリス、えー、ホワイトバランスが。 ショートカット機能もともとここに割り振られてましてここを押すことによってそれぞれ変えられるとで長押ししたらマニュアル等と変わるんでこれも結構便利でしたね実際やるときは、まあ、なのでハンドリング性って言っていいのかなその辺は機動性、うんまあ、その辺りっていうのもちゃんと考えられたあのマシンであると FXRT はそういうマシンであるというふうにですね、まあ、思った次第ですなので映像ハンドリング性、まあ、コストもまあそこそこ安いんですよねこれって僕の中では非常に痛いですけど20何万って。 このレベルのカメラが手に入るっていうのは非常にコスパのいいカメラだなというふうに思いました。本格的なカメラとしてはやっぱり安いんでしょうね。これはシネマライン、まあ業務用、それは言い過ぎか、まあそんな感じとしてはまあ安いのかなっていうのは大きなイメージを持っています。はい、というわけでまあファーストインプレッション、FX3 を使ったえまあ初感的なものを述べてきましたけども、次回はおそらくレンズを購入するかしてないか、してなければ もう少しですね、えっ、ー、とそれぞれの環境下でまたレビューしていきたいなというふうに思います。はい、というわけで本日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。